こんにちは、フリスビーです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今回はですね、ツイッターのフォロワーさんであります、しっぽさんのおすすめ映画、ビリーブ、未来への大逆転、こちらをおすすめ紹介していきたいと思います。はい。ビリーブ、未来への大逆転。2018年の映画ですね。で、現代は、On the Base of Sex。こちらは、性別に基づくという意味で、まあ、性差別を表す言葉となります。で、こちらはですね、昨年9月に、87歳で亡くなりましたアメリカの連邦最高裁の判事ルース・ベイダー・ギンズバーグさんの伝記的映画となっています。で、ギンズバーグさんはアメリカ史上2番目の女性最高裁判事でして、すべての人々の法の下の平等を実現するために力を尽くしてきた方ですね。なので非常に人気がありまして、RBG っていうね、イニシャルでよく呼ばれてまして、リベラルのアイコン的な存在として、今も絶大な人気がある方です。で、映画の方のストーリーなんですが、1970年代、アメリカでは自らの意思で女性が職に就くのが非常に難しい時代でした。そんな中、貧しいユダヤ人の家庭に生まれましたルース・ギンズバーグさんが弁護士になるんですけれども、その中で 100% 負けるって言われた男女平等を訴えた裁判に臨むっていうお話になってます。こちらの映画はですね、ギンズバーグさんの半生も描きながら、こう法廷劇にもなっているっていう非常にね、見どころの多い映画になってます。アメリカはですね、それまで性差別を憲法で合憲とした判例がありまして、これが非常に女性の権利を押さえつけていたんですけれども、ギンズバーグさんは、この性別は違憲だっていう初めての判決を勝ち取る戦いをするっていうお話ですね。で、この裁判の原告は女性ではなくて男性なんですね。で、しかも税金の裁判。なんですね。税法で男性が介護費用の控除を受けられないのは違憲であるっていう、そういう裁判なんですね。つまり男性が差別されているっていうことで、性差別自体が違憲だっていう、こういう切り口で裁判に臨んだんですね。この辺がね、やはりすごく非凡な切り口だなぁと思いますよね。で、この映画はギンズバーグさんの家族も描いてまして、それもすごく素敵ですね。夫のマーティンさんも弁護士なんですけれども、協力してね、裁判に臨むところはすごくいいですよね。最初は赤ちゃんだった娘さんもですね、こう母の背中を見ながらだんだん成長していくっていう姿もすごく見ていて微笑ましくて、ああ、羨ましいなって思っちゃいますよね。で、果たして性差別は初めて違憲とされるのか、裁判でギンズバーグさんが何を語るのか、ということなんですけれども、そこはね、
やっぱり皆さんの目で確かめていただきたいなと思います。はい、今回は、フォロワーさんのしっぽさんおすすめのビリーブ未来への大逆転を紹介しました。またね、映画の紹介をしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。